ナスに豚ガレージャー旨味をね全部吸わせる。焼肉のタレとポン酢、この威力。弾けるレモンの香り、キュアハイボール。どうもキュアハイボールです。いい感じになってきたと思いますので、何がいい感じになってきたかというと、いろいろいい感じになってきたんですよ。限界が気がついてきたので早く締めたいと。今回はですね、このナスとですね、豚ですね、ナストロ豚丼作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ではやっていきたいと思います。じゃあ今日はですね、セーフ、おナスちゃんをですねやっていきたいと思います。ナスっていうのはね、実はね、秋の食材だと皆さん思われてるかもしれないですけど、意外とね、これね、旬はね、秋じゃなくて夏なんですよ。夏野菜なんです、これは。で、9月はまだ、旬です。ということでですね、ナスはね、半分に切ります。薄切りにしていくんですね。はい、こんな感じですね。薄くスライスすればするほどナスってトロトロなんですよ。折ってる方が切れるでしょ、これ。豚こま肉。豚こま肉ってのはいろんな種類があるんですよ。これぐらいすっごい細切れになってるのもあれば、厚く切ってあるのもあるんですけども、これぐらい分かれてれば別にもう切る必要ないです。もうかけちゃいます。はい。これ便利なんだよ、これね。普通の塩コショウ何が違うかって分かりますか？塩とコショウただ混ぜただけじゃないんです。これ、ね、味の素が入ってるんですよ、これ。片栗粉。小さじ2。よくね、揉み込んでおきます。これなんで揉み込むかっていうと、豚こま肉っていろんな部位があるからですね、硬くなりがちなんですけども、この片栗粉をまぶしておくことによってですね、お肉の水分を逃がさずに柔らかく仕上がるっていう利点があります。フライパンにごま油、大体大さじ1ぐらい、これぐらいですね。はい、で火をつけます。ちょっとね、広げながら入れてください。はい、こんな感じでね、油となじますように炒めていきますよ。ちょっと広げる感じでいい感じに色がしてきたら、ナス、中火ぐらいかな。これで炒め合わせるの。ナスに豚ガレージャー旨味をね全部吸わせる。これ大事ですよ。ナスがしんなりするまで炒めますからね、これね。まあ火加減は中火にスッと弱火くらい、数分やればもうすぐしんないでしょ。まあ蓋開けますと、ナスがねちょっとこうしなっと、ナスに火が通ったの。焼肉のタレとポン酢、これを1対1で合わせるとどんなお肉にも合う魔法のタレになります。これですよ、焼き芋タレが大さじ1入ります。そこでポン酢が大さじ10。焼肉のタレとポン酢、この威力。つまみ入れたいの。うん、汁気がこうなくなるじゃないですか。もうね、これでね、頭完成なんですね、これね。ナストロの頭ですよ。で、これをご飯で 200g なんですけども、ここにバーンと乗せちゃいます。ご飯に合うんですよ。ナスもね、非常にご飯に合うからね、これね。あんな顔ね、くぼましとくんですよ。まずね、ここにね、ごま振りますね。ごまね、見た目もいいし香ばしさが足しますからね。おネギですね、これパラパラ、青みが出るとね食欲が増しますのでね。卵黄だけでいいので、はい。そして卵黄だけポロッと、あ、どうですか、ほら、パラ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 、そうそうそう、これがね、七味唐辛子がね、ちょっとね、香りがつくんでね、僕が締めに食べるですね、ナストロー完成でございます。はい、ではできましたので、行っていただきたいと思います。いただきます。これを食べる前にですよ、また卵白、これどうにかしたいと思いませんか。ちゃんとね、溶いてください。お湯を入れます。白だしですね、これぐらいかな。ラー油ちょこっと入れて、こう白身がね浮き雲っぽくなるんですよ。僕はね浮き雲スープって言うんですけど、ちょっとパラッとネギ、これでいいんですよ。20秒くらいかけた。あ、いいいい、うまい。いただきます。はい、じゃあナスと豚と卵黄からのおお、やっぱこの丼マジうまいね。そりゃハイボールも進むわ。で、山椒、山椒も最高だよね。肉とナスが
ロッとなんです。これはなんでかっていうと、豚こま肉にも片栗粉を与えて水分逃がさないようにしてるし、ナスもよく炒めてトロトロに仕上げてあるんですね。うん、適度な甘みと適度な酸味を合わせ持った焼肉のタレとポン酢の合わさったタレポンのね、うまさ。フライパンでやってますので、大人数で作るときは2倍とか3倍とかしていただいて全然大丈夫ですから、ぜひ作っていただいて、僕と優勝しましょう。あれがありますね、はい、ちょっと酒2つあるんだけど、どうすんのこれ。キュアハイボールとこれ何？あ、これね、あの良平さんでもらったラムだ。はい、これすごい美味しい、すっごい美味しいね、入れるわけですよ。ほら、そうするとさ、卵が残るわけじゃないですか、こうやってね。で、この残った卵をここに乗せると。はい、失敗しました。